市民病院は岐阜県橋し市にある医療機関。橋し市が運営する病院である。橋し市民病院は診療科16科、病床281床を有する橋し市を代表する病院である。日本医療機能評価機構認定病院。臨床研修指定病院。救急指定病院として岐阜県知事により告示されている。また、岐阜県結核予防計画に基づく。 結核病床を有する病院である。他に、県内では、ながら医療センター、大垣市民病院、県立多治み病院、白鳥病院など当院を含めて旧病院が指定されている。橋し市を中心とした岐阜医療圏南部の基幹病院の一つであり、地域医療の中核病院としての役割を担っている。 しかし比較的都市部にある本院においても医師不足の影響が及び始めている。参加においては上勤医が1から2名という状態が続いていることや、周辺には30カ所以上の分娩施設が集中する岐阜市や集約先である松並総合病院があるため、派遣元である岐阜大学の松並総合病院への集約化の方針が示され、 2007年12月をもって本院では分娩の取り扱いが中止となっている。なお、婦人科に関しては集約化後も診察が行われている。その他の診療面での特徴として、橋し市民病院ではすべての病棟がセンター化されていることが挙げられる。救急医療に関しては、第2病棟1階にある救急医療センターで365日24時間体制で2時。 救急医療を中心に行っており、年間約2000台の救急車搬送、約2万2000人の救急外来患者を受け入れている。また、外科、泌尿器科など5科の美容等となっている、外科系総合センターにおいては ICU が11床設置されており、主に手術後の管理に使用されている。設備面においては、MRI や CT、マンモグラフィなど、多数の高度医療機器を備えている。 施設面においては前述の通りすべての病棟がセンター化されており、疾病に合わせた治療が各センターで行われている。本院の建物は平成15年から順次改築がなされており2005年3月には現在の第二病棟が完成し、救急医療センターの設置など救急医療を拡充したほか、電子カルテの導入による IT 化や大地震にも耐えうる。 面震構造なども取り入れられている。さらに2005年8月には耐震補強を中心とした第一病棟の改修工事も開始し、2006年2月には工事が完成している。その他、福利構成として院内には職員向けの託児所が併設されている。なお、橋間市民病院においては2007年5月より駐車場なども含め敷地内は 全面禁煙となっている。その他の特徴として、同じ橋島市内には看護師を養成する学校が、岐阜県立看護大学、橋島市医師会準看護学校の2校あり、橋島市民病院はこれらの学校の主な実習施設となっている。また本人は、地域医療連携室を設置するなど、病診連携にも積極的に取り組んでいるほか、 糖尿病教室などを通じた市民の健康増進も行っている。地域医療連携室設置に伴い、開放型病床が10床開設されており、開放型病院としての期間指定もされている。その他前述の通り医師不足に伴う、参加休止や折からの公立病院改革に伴い、本院においても、 橋し市民病院あり方検討委員会が設置され、地域中核病院としてそのあり方が模索されている。経営面においては、純損失3.97億円、医療収支比率96.4%となっており、全国の公立病院の医療収支比率平均値が90%前後であることを考えれば検討している値とは言える。ありがとうございます。